hang up and try again。はい、皆さん元気ですか？はい、久しぶりのリアルバックヤードからの子のトークになるんですけど、見てください、これバーン、僕が今年乗るこのスカンクエイプ2ですよ、161。もうね、早く下ろしたくてしょうがないんですね。それでこちらがスカンクエイプの57、こっち新品ですね、これ僕のボールですよね。ね、やっぱりこのね、 YouTube を見てる人の中にはやっぱりね、リブが大好きな人、僕みたいにだいぶ大好きな人いるじゃないですか。それで中にはリブなんか滑んないよって言ってる人いるじゃないですか。今日はそんなね、リブなんか滑んないよって言ってる人のために向けて、いやリブはめちゃくちゃ滑るっていうことを皆さんに詰めたいと思うんですけど、ただこれ新品じゃないですか、見てください、新品のこのこういう新品でリブ来るとやっぱこういう感じで上がってくるんですよ。まあなかなかね、日本メーカーではありえないような感じのこの想像なんですけど、これがまた可愛いんですけど、こういう感じで上がってくるのは事実なんです。で、実際にね、このね、買ったままこのまま滑っちゃったらそんなに滑んないですよね。だけど、使ってる素材はめちゃくちゃいい素材使ってるわけですよ。ね、だからこれをどうやって滑るようにするかって言って、僕が自分のボードを、この、愛してこの自分のボードをですね、どうやってチューンアップしたかっていうのちょっとみんなに見せたいと思うんですけど、このボードが、実際僕は今こうしてるんですけど、ちょっと今これね、もうワックスにちょっと剥がしてみますね。見てください、こんな感じですよ。しっかりワックスも入ってるわけです。それで見てください、これ使い古したこのリブのスクレーパー、もと僕ね、リブのスクレーパー持ってるんですよ。もともとこれですよ、これがここまで入ってるんですよ。本当にね、もうこれで毎日こうやって削ってるわけですよ。いますよ。それでまあ、まずはやっぱり皆さんもそうですけど、ホットワックスかけるじゃないですか。実際にホットワックスかける前にちゃんとリブの板っていうのは一回ソールを、一回これね、毛羽とかをちょっと取った方がいいです。でも僕の場合、毛羽を取るだけじゃちょっと物足りなくて、実は今回ストラクチャー入れたんです。でストラクチャー入れるとね、これね、やっぱりパウダー滑んないってなるじゃないですか。そうじゃなくて、それは深いストラクチャーすぎるんですね。で今回入れてるのはこのクワトロのストラクチャーなんですけど、めちゃくちゃね、上手にストラクチャー入れてくれる人がいるんですよ。仕上がったリブを見てもらいたいんですけど、こんな感じです。もうこの瞬間が楽しくてしょうがない。見てください、これね、ほら、あのケバケバしたやつね、ソールがこんな感じになってて、こうじゃないですか。それでこれストラクチャーが入ってるんで、いわゆるストラクチャーってこういう面じゃないですか。この入っているところじゃもう削れないんですよ。そこを今度は出すんです。僕のリブ、もう普通のリブじゃないですよ、超リブですよ。やばい。うわー、もうこんな感じなんですよ。で、ね、向けてみます。こっち新品、こっち自体見えます。同じボードですよ、わかる。こんだけの差が出るわけですよ。ね、だから前もよく言ったけど、よく、ね、どっかのわけわかんない中古車でこうやってアメ車買ってそのまま持っちゃうとすぐエンジン壊れちゃうとかあるじゃないですか。だけど、ね、アメ車の、ね、V8 のレジス強いパワーを生かすためにちゃんとチューンアップしてから乗れば超大気持ちいいって感じになるじゃないですか。これも全く一緒で、このアメ車をしっかりとこれパコーンとここまでチューンアップすればめちゃくちゃ気持ちよくゲレンデでスタートできるっていう話なんですね。ということで、うちに買ってくれたら、もちろんこのストラクチャーももちろん希望だったら入れるし、ストラクチャーなくてもこれぐらい綺麗にして皆さんの方にお届けできるんで、リブ好きの人はぜひとも山でリブを滑らないって言ってるやつらに対して
ガチやっちゃいましょう。見てください、チーム今年も頑張りましょう。よろしくお願いします。